原作に忠実すぎるアニメということで、先日ニーアオトマタの第1話が放送されましたが、第1話から制作陣の熱意と原作への愛が感じられました。僕は原作の方を一通り遊んでいたので、比較しながらアニメを見れたんですけど、制作陣の原作への尊重具合っていうのもめちゃくちゃ伝わってきましたね。今回の動画では原作の描写と比較しながら感想を話していきますので、アニメ原作を前情報なしで楽しみたいという方はここで必ず動画を閉じてください。それでは行きましょう。ということで早速話していきますが、第1話では物語の世界観の語りがなかったので軽く説明しておきます。突然ですが、皆さんはこちらのゲームニーヤレプリカントというゲームをご存知ですか？こちらはオートマタの前作となっていて、レプリカントの世界から数千年後の舞台がオートマタの物語となっています。異星人の侵略によって人類は月への退避を余儀なくされましたが、しかし人類はアンドロイド兵士を作り、エイリアンから地球を奪還しようと動きます。ニーヤオートマタの物語はアンドロイド兵士を作った人類側と機械生命体を作ったエイリアン側との争いとなっていて、まあ、その中で描かれるのはキャラクターの心情描写やこの世界の真実、そして感情というのがこの作品ではとても重要になっていきます。第1話から伏線めいた描写や疑問に思うところもあったと思いますが、ここから物語がどういった感じで描かれてくるのかが楽しみですね。レプリカントの話をしたと思うんですけど、じゃあレプリカントを知らないとオートマタは楽しめないのっていうことではなくて、オートマタは前作を遊んでいなくても問題なく楽しめ内容になっているので、アニメを見る上でも特に支障はありません。強いて言うなら、レプリカントを知っておくとオートマタがより楽しめるといった感じですね。ではここからは第1話の内容に触れていきます。冒頭でも言いましたが、このアニメは原作を忠実に再現されていて、工場内部に侵入する際のシーンや 2B の登場シーンなど、原作シーンの再現っぷりにとにかく驚きました。特に 2B の登場シーンは再現度がエグかったです。ちなみにポットがここで何て言ってるのかというと、近距離攻撃装備起動。敵反応多数確認。見ればわかるよ。これ字幕なしで全部聞き取れたらすごいですね。アニメ最後の人形劇で説明がありましたが、ニーヤオートマタはマルチエンディングとなっていて、 A から Z までの全24種類のエンディングがありまして、そのうち A から E までが正規のエンディングとなっていて、 F から Z はバッドエンドになっているんですね。オートマタは周回ゲームとなっているので、一度クリアしたからといって終わりにはなりません。1周目では必ず A ルートに到達しますが、実はアニメではその他のルートでしか見れない描写があったりして、冒頭のこのシーンは 9S の視点で描かれる B ルートの描写だったりするんですね。それからオープニングについて触れていきますが、冒頭からいきなりシリーズ経験者を震わせる描写をしてきました。アニメ勢の方はなぜ新宿が描かれているのか疑問だと思われますが、実はこの新宿というのがシリーズでは馴染みのある場所となっていて、その点についてはニーヤと関係があるドラッグオンドラグーンという作品を調べてもらえればいいかなと思います。うつゲーとして名高い作品とも言われていますが、それから新宿が白くなっていく描写も実はシリーズ経験者にはピンとくる描写なんですよね。また白黒っていうのもニーヤらしくていいですね。では次に1話全体を通しての感想なんですけど、まずはこれですね。作画がめちゃくちゃ良かった。特にアクションシーンですね。文句の一つも出ないくらいクオリティが高かったですね。やっぱりゲームとは違うアニメならではのアングルや、キャラクターの表情の描写で視聴者を楽しませてくれる多彩な表現方法で、ゲームと同じシーンでもアニメではまた違う味わいや原作を遊んでいるからこその感慨深い部分もあったりして、その中でしっかりと 2B の魅力も描かれていて、本当に原作を尊重されて制作されているっていうのが伝わってきましたね。ちなみにこのシーンなんですけど、ゲームでもこんな感じで落下していくんですよね。この辺は少しコアな部分にはなるんですけど、 2B がはしごを上り下りする際の軽やかな感じとかですね、こういった部分も作り込まれてて、あとは 9S のハッキング時の演出ですね。ゲームだと実はハッキングはシューティングになってて、遊んでる身としては楽しいんですけど、正直この描写はアニメとして見るってなると、あんまり受けないだろうなっていう思いもあったので、ここの描写はアニメならではの演出でハッキングしてる感が出ていましたよね。他にもあるといえばあったりするんですけど、例えば最後の人形劇の描写はゲーム本編でもありまして、ただあんなポップな感じにはなっていないんですけど、そして最後のブラックボックス反応による爆発落ちですね。実はこの終わり方もゲーム本編にはあって、ブラックボックス
ックス反応ではないんですけど、ゲーム内ではバンカー内で自爆するという行為でバッドエンドになる演出があってですね、アニメで出てきたテロップはそのエンディングと同じです。ただゲーム本編ではその続きがあって、宇宙空間に放り出された司令官が鬼の形相で虚空を見つめていたとあるんですね。そしてモザイクありで高速エンドロールが流れましたが、これも実際にバッドエンドの演出であります。ということで今回の動画は以上となります。やっぱりニーヤってアクションシーンに見どころがあって、第1話から目が離せないシーンばかりでしたよね。でもそれ以外にもニーヤは音楽面でも高く評価されている作品ですので、アクションシーンだけじゃなくて音楽面にも注目しながらアニメを見てほしいですね。第1話からすごいクオリティでしたが、今後の評価に期待が高まりますね。もしよかったら感想などコメントしていってくださると嬉しいです。ではまた次回の動画で会いましょう。